パ？おじさん。お久しぶりです。前の日高市の図書館の車、かわいいな。皆さん、おはようございます。今日は予定していた予定が潰れたので急に時間ができたので、地元の山を歩いていきたいと思います。今日はこちら、諸山の総合公園に車を止めてスタートしたいと思います。それでは出発します。こちらの鎌北湖に向かう遊歩道で歩いていきたいと思います。この時期は参考中でもマスクをして歩いていきたいと思います。おお、梅ですか。この道を歩くのは僕は初めてですね。1年くらい前にプーンさんが歩いてた気がします。野鳥などの写真がありますね。ピンクレディ。この長い階段を登ってきました。結構素敵な遊歩道ですね、ここは。そして向かい側が鎌北湖ですね。現在はすっかり水も張られて、以前の鎌北湖に戻ってボートやアヒルゾウも浮かんで、向こうでは釣りをされている方もいらっしゃいます。今日は土曜ということで駐車場もかなりのにぎわいです。宿屋の滝方面に歩いていきたいと思います。それではここを左に降りて宿屋の滝に歩いていきたいと思います。宿屋の滝に到着しました。まあ、土曜ということで人もいらっしゃいますね。あー、気持ちいい。あー、すごい。それでは次はクニャーの木の方に歩いていきたいと思います。クニャーの木手前にある宿屋小滝に寄ってみました。結構この宿屋小滝がお気に入りです。そしてクニャの木が見えてきました。3月現在まだ健在です。もういつ折れてもおかしくないような状態ですね。先っちょも折れちゃってますね。また来たいと思います。それではこの痩せ骨はやっぱ歩いてて気持ちがいいコースです。痩せ尾根峠まで登ってきました。本日は登山者さんがやっぱり多いですね。物見山375m 到着しました。この後は高崎山平田さんと歩いて二の鳥居まで下りたいと思います。そこからぐるっと回って富士山、そして駐車場に帰っていく予定となっております。高崎山332m 到着しました。すごいですね、アンテナですか。はい。なんか外国の方とかとも交信できたりするんですか。いや、これはね、はい、そんな飛ばない。あ、そうなんですね。はあ、電離層反射で、はあ、うまくいけば北海道だとか。ああ、なるほど。はい、あ。はつながります。よく山登ると結構やられてる方いますよね。はい、あ。私も非常用に始めたんです。あ、そうなんですか。はあ、更新される相手の方も山のにいる方になるんですか。そういうわけではない。ええ、不特定多数ですね。あ、自宅からやってる人とかそういう人とかもいるってことですか。あ、そうですね。あ、そういう人は大きなやつ、出力のやつを持ってる。あ、そういう人は多分外国とも交信できる。なるほど。じゃあ失礼します。どうも。
メヒガダ山260m到着です。今日の二の鳥居からの眺めはすごい良さそうですね。おお、すごい混んでます。二の鳥居ちょっと休憩したいと思いますが、あまり場所がないけど、あれ、あそこにいるのちゃんママのパパさんじゃないかな。マラソンしてる時の画像が、はい、お詳しいですね肉汁うどん、茶ママのパパさん大盛りです。お疲れ様でした。ありがとうございました。気をつけて帰ってください。どうも。ちょっと行ってみようか。茶ママのパパさんじゃないですか。おじさん、おじさんお久しぶりです。いや、なんか似てるなと思って。お久しぶりです。お久しぶりです。あ、元気です。元気でした。あ、回ってるんですか。大丈夫です。はじめまして、あの息子のアスカです。アスカ君、山のおじさんです。アスカ君、アスカ君、こんにちは。本当は、はあ、あの物見山から五条の滝に降りようと思ってたんですけど、はあはあ、ちょっと鼻血がすごく、あ、本当だ、鼻血出ちゃったんだ。はい、もうなので、もうここから引き返そうかなって感じです。血の跡がポツポツついてて、おうおう、誰か転んだのかなって思ってたらこの子です。あ、そうなんだ。転んでぶつけたとかじゃなくて、いや、多分暑いのぼせたみたいな感じで、はい、あ、そんなんだと思います。今日は どういう企画なんですか。いや、今日は特別そんなあの深い企画はなくて、浜北湖、はい、あっちの方からぐるっと登ってきて、あ、この後富士山登って帰ろうかなと思って。いいですね。はあ、いや、嬉しい。いや、よかったです。お会いして、お会いできてよかったです、ね。また何かの機会でね。そうですね。いや、まあ、会えると思わなかったです。ちょっと妻に自慢しといてます。アスカ君、バイバイ。それでは、日和田山山頂、もう一度到着です。それでは、北側斜面から下りたいと思います。祝日でも、こっち側のルートは本当に静かで、誰とも会いませんね。舗装路に降りてきました。ここを左に曲がって富士山方向に歩いていきます。ここを右に曲がって白金平方向に入っていきたいと思います。この道も土曜日だけど誰も使う人がいないようですね。全然人に会いません。白金平富士山方面進んでいきます。あ、そういえば茶ママのパパさんに糞山ワッペン渡し忘れちゃったな。次お会いした時に2種類お渡しします。すいません。富士山の方は後で行きたいと思います。その前に白金平の展望台行ってみたいと思います。白金平に到着しました。それでは展望台の方に登っていきたいと思います。こう見ても杉の木が多いことがよくわかりますね。それでは来た道を戻って富士山目指して歩きたいと思います。それでは富士山山頂を目指して歩いていきたいと思います。もう山頂が見えるぐらいの距離なんですぐ着くとは思いますが、頑張ります。富士山221m到着しました。はあ、眺望はほぼないと言っていい感じですね。それではこのまま下山していきたいと思います。こちらにあるのが押し岩、大きくて立派な岩ですね。その横が登山道です。下っていきます。
下り切ると舗装路に出ました。この舗装路を左に折れます。こちらを右に曲がっていきます。